叩けよ。さらば開かれん。バカに力だけはあるんだから。料理は結局体力勝負なんだよ。そうでございましょうね。はあ、みんなここにいらっしゃる方々がびっくりして隠れちゃいそうだよ。初めてみんなで一緒に挨拶するんだし、行儀よくしないとね。うるさくしすぎるとゲストとして迎え入れてくれないかもしれませんよ。じゃあそのまま突っ込んで壊すしかないだろう。ここが図書館ですね。噂には聞いてましたけど、初めて来ましたよ。オズワルドは粗末な場所で長い間サーカスをしていらっしゃいましたよね。だからいつも感謝してますよ。おかげさまでひどい鼻の匂いが漂ってた天幕の外へ出られましたからね。お前がはしゃいだせいでどれだけ疲れたと思ってるんだ。下手したらこっちが被害を被るところだったんだぞ。あの時は目に入るものがなかったんです。一緒に公演をやろうってことかと思ってたんですよ。それでも最後には同じ道を歩めることになって本当に良かったと思います。私もです。アルガリア様のおかげで真の救いを得たんです。違うよ違うよ、みんな。俺一人じゃここまで来れなかったはずだよ。みんなありがとう。それはそうと、今日は誰もお迎えしてくれないんだね。ビビって後ろに隠れたみたいだな。あんたたち正気？力ずくでこじ開けて入ってくるとか。こんな風に入ってくるゲストは初めてだな。力で入ってこられるほどに図書館が実体化したという意味ではないでしょうか。それにノックは結構何度もしたんだけど。叩いた後に反応がなければ適当に帰ればいいのに。そんな興奮しないでよ。俺たちもちょっと焦ってたんだ。ブルート、お願いするよ。はい、私が直ちに復旧いたします。得意点？得意点とはとんでもないことを。これは魔法です。私どもは教会に立ち、答えを求める求道者であり芸術家でもあります。あんたたちはねじれに飲まれなかった。どうしてできたの？飲むか飲まれるか、その岐路にてギリギリの綱渡りをしてるのよ。蒼白な師匠は完全な人間になったんだろうか。もう蒼白だとも言えなくなったな。やばい肌と赤い血が流れているから、お前の全ての血管を抜き取って食べたい。一体どんな味だろう、人間になった機械の血ってね。エレナ、生で食べるのより料理して食べる方がもっと美味しいんだよ。唾が湧いてくるな。あんたたちの思考は尊重してあげるから、せめて個人的な好みの話は二人きりの時にだけ話して。それで要件は？お前たちのための本はないんだけど、招待してもないし。僕たちの探す答えが図書館にあると聞きました。それも最新部に。サナハンがペロリと食べちゃうために訪ねてきたんですよ。アンジェラ、あなたがその本をほとんど完成させたことを知っています。誰がおとなしく渡すって言った？許しを得るとも言ってないよ。うん、あ、そうだ、ローラン、お前とこんな風に話すのは久しぶりだね。返事してあげないってこと？ほんと薄情だね。お前のために喜ばしいニュースを持ってきたのに、お前があれほど会いたがってた人とここまで来たんだよ。は？
お前とは再会させたくなかったよ。まるで美しいバラの花と野獣みたいなお前たちを。でも最後まで会えないラブストーリーはすごく胸が苦しくなるだろう。だから特別に一緒に来ることにしたんだ。何ふざけたこと。久しぶりだな、ローラン。どこかで会ったっけ。どうしてわからないんだ。ずっと飽きるほど聞いてたのに。アンジェリカからな。ああ、刺激が強すぎたか。どうしたんだよ。夢に描いていた再会ってまさにこういうことじゃないのか。一体何なんだよこれは。見た通りだ。あるいは昔よりもより美しくなった姿に驚嘆を禁じ得ないのか。アルガリア。怖いな。どうしたんだ。お前が愛するアンジェリカにやっと会えただろう。まさかまた一目惚れしたのか。また俺からアンジェリカを奪うのか。いや、今度はそうならない。アンジェリカはお前にとって無に過ぎる存在だ。お前なんかのせいで人生が壊れてはいけなかったんだ。お前はあの姿を見ても何とも思わないのか。より完璧になった姿にそこまで驚いたんだね。楽に死ねると思うなよ。生きたまま骨まで噛み砕いてやる。まだ目がくらんだまま過去にとらわれてるんだね。愚かなローラン。俺みたいに前を向いて歩けよ。ゼホンがどれだけ苦労したか知ってるか。ピアノに混じった死体を選び出すのは俺にとっても結構な苦行だったな。私も苦労したよ。暑さで膨れ上がった死体の塊からアンジェリカの血だけ抽出するのは苦労したよ。ピアノ。え？ああ、これはこれは。まだその時じゃなかったかな。本当に申し訳なさすぎるな、ローラン。もしかして俺がお前の計画をぶち壊しにしたわけじゃないよね。ピアニストのことを言ってるの。私も知ってることをご存じないのかしら。頭でっかちなのね。思っていたよりショーがより甘酸っぱくなっていきますね。あ、俺もできれば言うの我慢しようと思ってたんだけど、笑いすぎて涙が出てくるな。純真で間抜けな機械が。アンジェラ、お前があの腹黒野郎の片割れを殺したんだよ。お前が俺の妹を殺したんだ。これは私も笑いを禁じ得ませんね。白夜、黒昼のせいでねじれが、そしてねじれのせいでピアニストが、そして白夜、黒昼はアンジェラ、お前のおかげで起こったことだ。明白な因果ですね。かわいそうなアンジェラ様、どうしてまだ盲目でいらっしゃるのでしょうか。それくらいで十分だろう。今回は予想より落ち着いているね。ジタバタも暴れ回りもせずにな。あの目のくらんだ野郎のおかげで少しでも怪しい実験をしていた組織や事務所が荒らされた。そしてその目のくらんだフンドに私たちまで被害を被ったんです。ローラン、
お前は俺たちを覚えてないだろうけどな。俺はただ不幸な事故で死んだ俺の息子を生き返らせたかっただけだ。当然お前の妻の死とは何の関係もなかった。全部説明したにもかかわらずお前は容赦なく作業室にいる俺の息子を殺した。実に非情だったよ。ああ、あの嫌な匂いがしてた作業室。これは意外だな。まさか覚えているとは。あの人形を見れば思い出さないわけないだろ。技術は成功でもあのおぞましいやり方は同じだな。俺の息子はきっといかなる得意点でも蘇生できないくらいに手遅れの状態で、それはひどいありさまだった。俺の目が届かない場所で遊んでて、不幸にも裏路地再開発の工事現場のローラーに巻き込まれたんだ。あの時会社にいた俺の過ちだ。でも戻したかった。俺の全てをつぎ込んだとしても、ついに俺の息子はほぼ生き返った。それなのにあの感動の瞬間の最後に入ってきて水を差すとはな。あんなものを息子って呼んだのか。全身が誰のものかもわからない肉で縫われていたとしても。お前なんかが俺のやり方を定義する資格なぞない。ここにいる全員のやり方もな。俺はお前にいかなる被害も与えなかった。ただ夜に道に迷ってすでに息を引き取った子供たちを使っただけだ。それでもいつかあの子たちの親に、ああその人たちなら裁かれてもいいと思ってた。ローラン、お前じゃなくてな。お前には再び生を得た俺の息子を殺す権利も、俺のやったことを裁く資格もない。あの日俺は全てを奪いゆく炎を見て決心した。必ずお前に同じ苦痛を味わわせてやると。そしてこのクソみたいな世界にもな、罪もない者たちに八つ当たりする狂ったやつが俺の息子を殺す大義名分はなかった。そうやってチャンスを得た。この力に目覚めてな。でも困惑していた俺は長い間さまよっていた。頭の中をさまざまなことがよぎった。そんな俺の手を指揮者の旦那が掴んでくれたおかげでこの瞬間までたどり着くことができた。それはそれで、これはこれだ。お前がどんな事情を持ち合わせていたとしても、俺の妻にだけは手を出すんじゃなかったな。お前らがどんな切ない事情を持ち合わせた野郎どもであれ、もう関係ない。それが全部俺のせいだったとしても関係ない。お前はローラン、落ち着いて。どうしたの？あなたらしくないわ。俺らしくないだ？俺の何を知ってるんだ。ああ、状況がすごく面白い感じで移り変わってるな。それでも誤解しないでね、アンジェラ。俺はあの黒いやつみたいに君に復讐したいからこのままで来たわけじゃないんだよ。いや、むしろ感謝してるんだよ。君のおかげで私たちが力を得てここまで来れたってことじゃない。ありがとうございます。私たちが救われる道を開いてくださって。ここで俺たちは図書館の光を得て、ピアニストを超えた美しさで都市を照らすんだ。誰も俺たちを忘れられないように。だからアンジェラ、俺がどうして君に感謝せずにいられようか。俺もまた感謝の意を表そう。おかげで思い通りにあいつの心を揺さぶることができたから。この次のストーリーがどうなるかすっごく気になりますけど、惜しいことに我々は見れなさそうですね。さあ
それじゃあ準備して。この年の歌がフィナーレを控えているから、お前はお前たちのストーリーを守らないとね。ローラン、何も言うな。まだアルガリアを止めるべきという同じ目的があるから。そう。ようこそ。私はあなたを接待する歴史の会指定書、マルクトです。何もおっしゃらないんです？これ以上何を話すべきでしょうか？私たちが全てを奪っていったと思うから、そんなことおっしゃるんですか？そうかもしれません。確信してるわけじゃないんですね。忘れたのか失ったのかわからない感情と記憶があります。その感情は鈍くなっていくだけです。きっと全てを手放せないまま抱いていた過去の僕が怒って悲しんでたはずでしょうね。今の僕はただみんなが望むように都市の人たちを目覚めさせる演奏のために立っているだけ。あなたたちがその光を隠していたということ以外これといった感情はありませんね。大切なものを失ったとは思わないんですか？幸せが奪われたからといって悲しみが訪れるべきということではないですから。そもそも僕は不幸になったわけではないんです。ただその感情を悟る前、つまりあの方たちに会う前の僕に戻っただけ。きっとその前にも僕は不幸な人間じゃなかったはずですからね。そんな感情まで手放さないとダメなら、あなたのそばには何が残るんですか？何もないです。でも悲しくはありません。どうして人々は何かを得るべきだと教えるんでしょう？地位、財産、友達、家族、知識、それにお金、なんであれそれを手に入れてこそ成功した人生であり幸せだって言います。でもこの世に永遠なんてものはないんです。いつか自分の手から離れるものですからね。結局醜くそれをズルズル引き伸ばして離した時に人々は絶望し悲しむんです。それが僕の姿だったんです。人間関係って果たして重要なものですかね？最後でいつも崩れることになるのに、何者にも介入されず純粋な自分として直接選んだ道を歩んでいくことはできないんですかね？何も持たない人のように見えても最終的にはより多くのものを得ることになるでしょうね。人と人との間で何かが起こることが怖いこともあります。私もそうだったんですよ。でもそんな感情がなければどうやって前に進んでいけるんでしょうか？いくら苦しくてもその痛みから学べることがありますからね。さあ、そうだとしてもあなたが僕にそんなことを言える資格はないでしょうね。僕のそばにいる人たちを奪っていったあなたが今になってずうずうしくも。でもここに来た理由は復讐ではありません。きっと大体の方がそうでしょう。望むことはただ何者にも縛られず自由に生きる人生のみ。僕は何をやっても非難されることを心配しながら生きるのはもう疲れました。私もこれ以上あなたに何か言うことはできなさそうですね。それなら方法は一つです。これからは私がやるべきことをやります。準備しようか、みんな。ここでも歯車の回る音が聞こえますね。どうも、こんにちは。こんにちは、エイリーンと申します。皆さん、挨拶してください、うん、ここの歯車の音は美しくないですね。でも
歯車が噛み合って回る音はいつでも心地よく感じますね。そうですか。私は時々気に障る音に感じますね。私たちの歯車はうまく噛み合ってないこともあり、うるさい音が出ることもありますからね。私が聞いてもここの歯車はそれほど幸せそうには見えませんね。ああ、それでもお互いの力でより大きな力を伝達する美しいあがき。あなたを私たちと同じ存在だと思ってもよろしいでしょうか。さあ、ここの歯車とあなたたちの歯車がどうして同じ存在なのか理解できませんね。それはあなたが歯車を否定しているからです。自ら歯車という事実を認め、自分の目的に合わせて回っていくべきなんです。私がお手伝いできますよ。お断りいたします。私は自分の目的を見つけてうまいこと回っていますからね。自ら回ることは正しくないのです。父の歯車が私をあの方に導いたように、あなたも本当の歯車になり、あの方の目的に従って回っていけばいいんです。私は誰の意にも従いません。あなたのように歯車を追いかけてきた道ではありません。それでも答えを得た顔には見えないですね。あなたは悲しい顔をしていますね。苦しいんですね。きっと私みたいに見たかったんですよ。最初から歯車になって回ってきたのなら、苦しくもなく幸せだったはずでしょうに。どうして分かってくれないのですか。あなたも私たちと同じです。もうこれ以上苦しまずに歯車を受け入れてください。歯車の道を歩んでください。まるで私について知ってるかのような言い方ですね。すでに過ぎたことは忘れて久しいです。感情に流され理性的に判断できないのであれば、分別のある行動もまたできません。私たちをちゃんと見てください。とても幸せそうに見えませんか。目的を失った歯車は回る意味を得て幸せなんですよ。人間は都市の付属品です。付属品を回してくれる誰かがいるべきなんですよ。そうしてこそ都市も正しく回っていくんです。あの方が私たちを正しい道へ進めるよう導いてくださるんです。自分では何もできない私たちのためにです。アルガリア様に感謝を。今からでも遅くありません。あなたにとって最後のチャンスになるかもしれません。お断りします。歯車になるためにここまで来たわけではありません。とても悲しいですね。ここで数多くの歯車が捨てられたことを知っています。あなたは今疲れています。歯車を否定し、あまたの歯車が正しく回っていく機会が奪ったことを知っているから。でも大丈夫です。今からでもその方々の分だけ頑張って回っていけばいいのですからね。全て私が選んだ道です。私は過ぎたことに縛られず、なるべく前だけを見るようにしています。ここで死を迎えた者たちについては残念に思っています。しかし申し訳なさに引きずられていたなら、最初から始めもしなかったでしょう。そうですね。これ以上は正しく回れない歯車たちだったというわけですね。私たちは同じ存在だと確信したのに、最後まで歯車を否定なさるんですね。どうか分かってください。一人では最後まで回れません。いつかあなたはくじけてしまいます。死後が長くなりましたね。今からはそれぞれ引き受けた責任を果たすのみです。何卒よろしくお願いします。あなたの意がそうであるなら、歯車の皆さん構えてください。ここは不思議な匂いがするね。結構いい感じのソースの匂いだ。ようこそ。私はここを担当する指定司書ホドと言います。指定司書？お前も料理長のうちの一人なの？ここは料理する場所じゃないけど、ア
えて言うならそうでしょうね。私の名前はグレタ。団長の注文を受けてきたのよ。グレタ、名前通りに白いんですね。話は聞きました。8人のシェフは解体なさったって。ああ、あいつらのことかな。バカな奴らだったな。平凡な料理はもう飽きたから新しい調理法を見つけるって言いながら自分の体を料理する奴らだったな。自分の体をですか？料理して味見して評価して記録して他の部位を料理するためにまた下ごしらえして、料理を噛める歯と舌だけを残したまま自分の体を全部料理するまで止まらなかったの。かわいそうじゃない？料理を噛める歯はあるけど消化できる部位はすでにシチューになって、料理を味わうことはできるけど味を感じる脳はステーキになっちゃったのにね。一人だけ生き残っただなんて悲しいですね。別に何はともあれ、最後に自分が満足ならそれでいいんじゃない？調理法がどうであれ、料理さえ美味しければそれでいいってこと。料理の中にどんな材料が入っているのか誰も気にしない。美味しければね。材料を忘れることは簡単ですけど、その味を忘れることは難しいですからね。材料を選ぶやつとは話したくもないな。生真面目なやつらが多いからね。ああ、お前もその類の人か。もちろん、それに関する問題を論じようとしたらキリがないってことはよくわかってます。そうなればきっと何も食べられない人生を送ることが正しいんでしょう。でもやっぱり自分と同じ人間を食べるということは完全に肯定できないと思います。どうして自分と同じ種類の材料だと思ったの？ただ美味しい匂いがしたから食べただけの話じゃないの？海水に血の匂いが流れて浸透するように私にいい材料があるって教えてくれてるのに、どうして無視して素通りできるっていうの？でも最近の材料は汚すぎたり貧弱ね。美味しく食べられるものを見つけるだけでも骨が折れるわ。どういう意味ですか？言った通りだよ。この世には誰もが十分に享受できるくらいの食べ物があるけど、人間たちの贅沢でいつも足りないって思うわ。一日に3食を食べるべき人が4食を食べた時、他の人は2食しか食べられなくなるの。そうなるとその2食しか食べられなくて飢えてる人たちが争って奪って食べることに忙しくなるわ。そこでも落ちぶれた奴らは食べ残しや拾い食いをするネズミになるの。食べ過ぎで脂っこくなった材料や食べなさすぎて食べられる部位がない材料とか、そういうこと。だから私たちが料理する食べ物にもだんだん汚い味が混じってるの。団長と一緒なら純粋で綺麗な材料であふれ返った場所に連れて行ってくれるでしょうね。早くその時が来るといいな。長いことゴミで飢えた腹を満たしてきたから。純粋で綺麗な人たち、あなたも私も、もしかしたらこの都市にいる何者も正しいことをやったということはできないでしょうね。ただ自分の心の導くままに行っただけだから、私も全力であなたを止めてみせます。この公園にはどんなソースが合うでしょうね。味見しちゃおうかな。言葉さえ通じるなら何かしら聞くこともできたのに、あなた、いや、あなたたちと言うべきか。喋れなくても聞き取ることはできますよね。僕は気になってました。今こんな風に人間の言葉もまともに使えないこの姿が、あなたたちの望んだ芸術の形なのか、こんなやり方であっても生きていたいのかって話です。
僕は自分と他人の人生を燃やさないといけない芸術はやめろって言いたいんですよ。でも一方で花から理解できないわけでもないみたいです。芸術は一つのことだけを見ることになりますから、周りのものは気にしません。僕が思うに芸術をする方々は大体そんな感じみたいなんです。結局周りは自分の体が燃えていくことにも気づかずに熱中するんです。ある意味人生とも似てますね。もしも僕が生まれ変われるなら、僕も芸術をやってみたいです。こうやって司書として芸術の会を任されるわけではなく、本当に自由にです。あの光をまた見れたら、そのために勇気を出す必要があるなら喜んで出しますよ。言うだけなら簡単ですけど、本当に覚悟がいります。そして僕が切実なのと同じくらいに、あなたたちもそんな光を見たんですよね。それがたとえねじれた化け物であっても。わかりました。落ち着いてください。頭に響くから、正直に言って、あなたたちが、そっちの楽団がやろうという芸術を、そこまで快く受け入れることはできません。できれば今すぐに放り出せと言いたいです。でも他の人みたいに咎めることはできません。少なくともどうしてそうしたのかくらいはわかるから。そしてお互いの芸術に対して何か言う資格がないってことも分かってます。僕もそんな誇りに思ってるわけではないですし、だからこんな風にぶつかるしかないんです。はい、始めましょうか。お互いに。ここはまた新しい香りがしますね。あ、この下にはヘビイチゴとブルーベリーを溶かしたような川も流れて、ハッカの香りと長寿の香りを混ぜると湧き上がってくる花を刺す香り。この公園場は我々と違ってとてもキラキラ錆びてますね。すごいですね。壮大な公園準備をするのにこれ以上完璧な場所はないでしょう。そう思いませんか、ヤイバさん。うるさいゲストね。あら、驚きました。心臓が眼光から外に出ると思いましたよ。観客ですか、お客さん、あるいはショーをお手伝いしてくれる道化師さん。今見て気づいたんですけど、お一人じゃないんですね。マトリョーシカ、どれどれ、2人、多すぎる。あ、ちょっと待ってください。見てください、人魚さんも機嫌がいいのか、マイクをいつもより高く掲げてますね。わけわかんないから一つずつ言ってくれない。あと、あえて言うならあんたがゲストじゃないのかしら。道化師は自分の公演を直接担当することができないんですか。バラエティですよ、バラエティ。何が面白くて笑ってるんだか。さあさあ、そう言わずに道化師同士、手首の匂いでも嗅いでみましょうか。今日はスパイシーな香りをつけてきたんですよ。待って、急に近寄られたらびっくりするでしょ。そうやってむやみに近寄ってくるのは礼儀じゃないの、わかった。にゃん、白状もの。最近の若者は頭がギューって固まってますね。笑いが乾いてくしめった時代、小さなことにも簡単すぎるくらいに怒るんですよ。笑いで満たせないなら、道化師は空気の抜けた風船になってしまいますよ。怒るのは当然の感情でしょ。当然ではあります。
何かに期待する者たちやそんな悪臭の塊みたいな飴を作ることになるんですよ。チョコレートにハムスターに物事に天気に雑草に他人にそして自分に。相手のうなずきもなしに勝手に期待して飴を作ったくせに自分で食べないんですよね。自分で作った飴の味が臭いってことを知ってますからね。その代わり他人の口にさっと入れてあげるんです。期待することが多ければ多いほどすっごく臭い飴の塊を胸に抱いて誰かの胃に詰め込むのに忙しくなるだけです。じゃあ期待しない人生はどうやって生きていくべきなの？雑草が期待してくれって言いました。太陽さんが期待してもいいって言いました。一体誰が期待することが正しいって言いました？セロリの葉っぱくらい口元が痛いですね。傑作だ。期待しないからもっと目が痛くなるものが見れて、怒らないからもっと辛い味を楽しめるんですよ。全てが転がっていくボールのように、ボールがどこへ行ってもいいって言ってくれるんです。本当に人のことを思うのであれば期待するのではなく、そばで笑ってあげることはできないんですか？ここに住む人たちは皆道化師。道化師はお互いの笑いを食わなければ生きていくことができないのです。あんたが何を言いたいのかは分かった。うん、期待するってのは必ずしも相手にとっていいものでもないから、あんたの全ての意見に同意することはできないけど、完全に否定できないのも事実よ。おほんほん、私はただ笑いであふれる世界を作りたいだけです。みんなが心配事なく笑う世界、しかもこちらはただ単に怖いだけですしね。でも期待するってことはその人を信じることよ。あんたは期待に応えることができないから怖くて逃げてるだけじゃない。どうでしょう、幸福を望むことが罪というんですか？みんなが笑う世界を望むことは悪いことなんですか？まあショーで見せたい笑いはお互い違うものですよね。そっちの自分が望む笑いの形態を願ってショーをするだけじゃないですか。他の道化師を笑わせるために公演を繰り広げましょう。挨拶はこれくらいにして、そろそろ舌の上で遊んでみましょうか。ええ、あんたの言葉を借りるならお互い自分が立っている舞台を守るべきってことでしょうね。やはりお前は私と同じ匂いがするな。全く違うな、殺戮に狂った狼とそれを狩る漁師は。そんな羽毛のシュート私を阻もうだなんて、私も舐められたものだね。それでも過去の赤い霧と呼ばれたものか、ちょっとは楽しめそうだな。誰かに会うたびその名前が出てくるな。そろそろ飽きてきたりはしないか？そんなわけないだろ。こんなところに住み着いてるって話を聞いたらみんなびっくりするだろうよ。あの化け物みたいな力は相変わらずか。私も噂には聞いてたけど実際に見たことがないからすごく気になってたんだ。お前の価値観じゃ力が全てか？当たり前だろ、強くない者に頭を下げる理由はない。それなら弱い者たちはどうすればいい？軟弱な奴らはそれぞれ生きる道を見つけて勝手に這い進まないとな。強者に従うか強者に殺されるかのどっちかだ。おとなしく従いさえすれば守ってくれる奴もいるだろう。力で勝ち取る戦いはキリがない。血を流す戦いの繰り返し、勝者でさえ心安らかにいられない世の中なんだ。自分の利益だけを考えるといつであれ
全てを失うこともある。何かを奪う力だけが本当に正しいのか。おい、どうしてそれが奪うことになるの。ただこんな風に生まれちまった場所で生きるのに適した者たちが生き残るだけだろう。適応できないのは食われるか選別されて消えるだけ。上位捕食者と呼ばれる強者たちこそこの世で生き残るのに適合した生命体じゃないか。人間もそうやって生きてきたのに何を言うさ。力というのは完璧に自分自身を見せることができる手段のうち最も確実で簡単だ。私がお前よりも強いということを証明すれば終わり。どんな飾りも偽りもなく純粋だ。私は力が全ての世界を望む。そのために団長の旦那を手伝うんだ。ああもちろんお前たちにも掲げる意義と大義名分ってものがあるだろうな。他人のためとか平和な世界だとか別に興味も湧かないが、お前たちから見れば虚しく死ぬ人間たちが不安でかわいそうで何かしてあげたかっただろうけど、都市の人たちはそれなりにいい暮らしをしていた。無理やり渡した贈り物を都市の人全員が喜んでありがとうございますって受け取ってもらえるとは思ってないよな。それに計画を進めるとしても罪のない人間の日常を破っているし、それを他人のためという言葉で包装することはできないだろうな。私も知っている。私も堂々とはしていられない。だから悩んでる。お前が知る必要はないだろうけど、ただそれぞれ立っている場所にあったやるべきことをやればいいだけだ。ああ、お前も私もそれぞれの満足と欲望を追い求めている。そしてそれだけだ。これ以上の価値を追い求めるということは言い訳しているということに変わりない。それぞれ守るか奪うべきものがあるから。分かったなら始めようか。風景が壮観だな。鑑賞に浸るのにはぴったりだ。いらっしゃい。コーヒー一杯くらいはご馳走してあげたいけど、状況が状況だから残念だな。そんな余裕を持て余してる状況ではないと思うんだが、結構おおらかなんだな。もともとこういう性格なのか。避けられないならそう気を立てて警戒する必要はないんじゃないかい。のんびりしてるってよく言われるけどね。笑わせるな。自慢のつもりか。別途紹介はいるか。いや、状況は大体見たから分かってるよ。この人形をその人に模して作ったって言ってたっけ。俺から見ても本当によくできてるよ。傑作だ。見た目が。あえて一つに絞るならそうだとは言えないだろうな。無理やりはめ込んだ見た目から美しさを見出すようなやつではないからな。人形が彫刻のように美しいとはいえ、この姿自体を愛するわけではないだろう。おぞましいとも美しいとも感じない。ただそんな感じだ。こんな風に生まれてきたのかという考えしか湧かない。じゃあ何のために人形を作るんだい。人形を作る時に込める俺の考えと感情、俺をこのざまにまで押しやった都市に対する恨みと、成金どもに対する切ない怒り、彼らが奪っていった大事な息子を生き返らせるための一抹の希望、その希望を消して俺を絶望させたローランに対しての恨みと復讐心、どうしても外には見せられなかった感情を人間の肉で包んで形にするんだ。ただ肉の塊で満たしたいらないものをなくす代わり、俺の中でわだかまっている感情を込めるんだ。そうやって一回ぶちまければ息苦しさから少しだけ解放されるんだ。そうしてやっと生きているって感じられる気がするんだ。
だからこそ俺がこの人形たちを粗末に扱えるわけがないだろう。自分の感情を詰め込むか。理解はできないけど、特に何か口を挟んだりもしないでおくね。それでもローランにあんなことをしたってことについては、そんないいことだって思えないな。俺の大事な人を物の見事に奪ったから、同じ方法で返しただけだ。研究所を全部燃やしたって言ってたよね。おかげさまで俺の息子は欠片一つも残さないまま全部焼けたんだ。同情でもするつもりか。いや、俺たちってお互いのことを心配するくらいに近しい仲じゃないよね。ただ気になったんだ。ここまで来たのは復讐のためだけだったのかね。小さな部分ではそれぞれ違うが、隊員全員が至ろうとしている場所は同じだ。ローランに対する復讐はそこへたどり着く道に偶然ぶつかっただけだ。復讐が大事な理由ではなかった。まあおかげで思い煩うことなく晴れ晴れとした気分で進むことができるだろうけど。それぞれの事情があるって本当に悲しいことだね。そうだろ、自分がやることに対して堂々とはいられないから、何をしたとしてもね。だから自分がやりたいことにだけただ集中するべきだということじゃないのか。俺もそれぞれ自分が出したい香りのまま生きていける人生を願ってるよ。でもそれって自分がやるべきことに対する責任を全て回避できる自由って言えるのかな。他人のために生きたがる奴らは前に進むことはできない。個人が広げた夢の大きさは多種多様で無限にある。そして全員の事情をおもんぱかりながら自分の自由を追求するというのは共存のような話だということは分かっているだろうが、お前の言う通り、一人ずつ抱きかかえている器の大きさを考慮するべきなら、いや、それはお前が勝手に考えるべきことであるが、少なくとも俺はそんな世界を望んではいないから。まったり討論しに来たわけではないし、そろそろ始めようか。そうだね、そうではあるよ。じゃあみんな、いつも通り接待を始めよう。ここは完全に別世界だな。いらっしゃい、見知らぬ幼子よ。ああ、紹介はいいよ。大体何をやってる奴らかは何度も聞いたから。物理的な空間まで具現化する力だなんて確かに得意点とそう変わりないな。星でいっぱいの空間、都市を照らす星か。お前はその星が何だと思う？元来星は空に浮かび、人々に道を教える羅針盤のような存在だと言われている。それなら都市の星は都市が歩みゆく道を教えてくれるのか、あるいは都市そのものを表しているのか。さすればこの星は都市を照らしているのか、あるいは都市が星に映っているのであろうか。そんなことが大事なのか。なんであれ無理やり意味を付け足したのか変わりはない。私にとって星は大したことない点に過ぎないから。誰よりも上で私たちを見下ろす生意気な奴らも気にするし。お前にとって星とはそのような存在なのか。星に関する甘い言葉を言ったところで、よくよく見れば失望するのがまさに星じゃないか。私はこんなお寒いことに興味ない。星になりたくてなったわけじゃないから。すでに星となった者たちのほとんどは
お前のように自らの望むことを追い求めただけだろうよ。ああ、私も望み通りやっただけだ。干からびた道をたどって、お前たちと同じようにただ欲望を解き放っただけなのに、恐れられてるんだよな。血気、血染めの夜、私たちをどう見ているのかはっきりとわかる。本質ではお前たちと同じ人間だということを知っててもな、今になって食い下がるのも面倒ではあるけど。それなら人間であれど人間の血をむさぼる時の感情がどうなのか気になるな。感情？私はただ殺すだけだ。時が経つにつれだんだんとカラカラに乾いていくこの欲望をどうにか解決するために。はあ、もちろん最初は私もこうじゃなかっただろうな。私のために、私だけのための人々の肉を噛みちぎり血を飲み干した。燃え上がるような渇きもあっただろうけど、私には知りたいことがあったんだ。私も他の奴らみたいに人間の血を飲む獣になったのか、あるいは情けなく現実逃避をするだけなのか、あるいは地獄みたいな状況とねじれた欲望に狂った一介の人間に過ぎないのか。肉を噛みちぎりながらずっと問い続けた。どうして？きっと私自身を必死で説得するために努力してたんだろうな。私結局平凡に生きてた人間だったから、結局結論が出ないことに焦って結論付けようとする私だけが残っていた。その時はまだ気を確かに持っていたみたいだ。渇きに勝てず肉の塊を詰め込みながらも、それが悪いことだと質問にまた質問を重ねたのを見れば、まあそうだったかもしれない頃の話だ。今考えると本当に笑えるよ。答えが出ないことに対して問いかけ続ける自分の姿が、私が考えることをやめなかったとしてもお前たちの扱いが変わりはしただろうか。だからといって今さら違った観点で私たちを見つめ直してくれることは期待してない。彼らが自分気ままに人生を生きるなら、私もそうやって生きるってだけ。考えてもみろ、私たちが一体どんな罪を犯したっていうなら、心安らかに歩き回れずただ闇の中に隠れていなきゃいけないのか。どうして私たちが苦しみまでしてお前たちが苦しまずに生きていけるように配慮しなければならないのか。私たちはお前たちと同じ人間なのに、姿形が違うだけだ。そんな私たちを排斥したまま、お前たちはお前たちの勝手に欲望の赴くまま生きている姿を見ると悔しいよな。どうせ私たちを見つめる視線が決まっているなら、別に我慢する必要もなく喜んでそのまま生きてやるってことだ。興味深い話だな。興味？そう思うかは聞き手の勝手だしな。お前たちが何を考えようと、どういう世界を作ろうと、私には関係ないだろう。お前の言う通りだよ。今は自分の立つ瀬を守らねばな。準備なさい。ごきげんよう。ここを守る師匠、ホクマーと申します。かなり上品なのですね。残酷だと聞いていた図書館にしては意外です。ここも結構静かで雰囲気が悪くないですね。人間を本にするおぞましい事件が起こったとは信じがたいほど静かで空虚です。後ろの方々は？私と共に接待を手伝っていただく司書補の方々です。挨拶願います。はい、プルートと申します。
ここは宗教の会とおっしゃりましたよね。あなたは宗教を何と考えていらっしゃいますか。さあ、切に信じていることであり、何かしらの行動を取るときに意味と行動できる力を与えてくれる心ではないでしょうか。何かに対しての信心は果たして心持ちを与えるだけなのでしょうか。この世で善行をなしても善人にはならず、悪行をなしても悪人にはなりません。しかし悪行をなしても善人になり、何をやっても許されるということ、自分が信じて考えることが必ず正しいと考えることがまさに信心であり宗教ではないでしょうか。宗教における信頼というものが利己的で残忍ではないわけないですね。花から間違ったことではないですね。納得なさったのですか。堅固ではなく割れた心には誤った信心が染み込むのは事実でしょうからね。堅固ではないと。あなたには信じているものがありますか。よくわかりませんね。見えないものは信じませんので、私はここが夢か現実か、私が本当にあなたを見ているのかそうでないのかすら確信することができません。両足で立っていることすら幻想ではないのかと疑っています。人間が人間の感覚まで騙せるというのに、まして存在しないものを信じて従うことなんてできるのでしょうか。それはきっと熱いものを触っても冷たく感じ、反対に冷たいものを触れば熱く感じるようなものです。仮に世界をそのまま見ることができなくする何らかの狡猾な存在がいるとしたらどうでしょうか。事実がどうであれ、本人がそう感じるのであれば、まさにそれは否定できない真実ではないのでしょうか。それが嘘だとしても、私が今信じているという事実、それだけは変わりありませんから。他のことを信じるためには、それを見つめる自分自身を信じなければならないでしょう。綺麗事を言うんですね。私はあの日悟っただけです。目に見えるものそのままを信じてはいけないということを。きっと過去の私は物の見事に騙されたのでしょう。我々の安全を守れるという薄っぺらい一言に、その薄い契約書一枚で私の全てを失いましたからね。あの方が救ってくださらなかったら、全てを恨みながらそうやって眠りについたかもしれません。そして今やその方が進もうとする道を共に歩もうとしています。ただ一つ信じることがあるとするなら、アルガリア様とアルガリア様が作ってくださる新しい世界のみ。あのものを信じることができる理由は何ですか。目を閉じて一生嘘偽りのない新しい世界を眺めることができるのであれば、私は喜んであの方を信じます。そしてあなたもそんな都市の姿がお気に召すと良いですね。否定も肯定もしません。私の意見は重要ではありませんから。はい、その通りです。では行きますよ。ローラン、本当に俺とは
一言も喋らないつもりか。これ以上言うことでもあるか。お互い目的ははっきりしてるだろう。まさかアンジェラが傷ついたからってそんなに気が立ってるわけじゃないよな。そんなわけないよな。お前はただお前の完璧な計画が狂ったことに怒っているだけだ。お前こそこんなことをしでかしてるくせに。こんなことってなんだろう。正しくないこと。俺にはその正しくないってことが理解できないんだ。人間という存在が正しい常識だというものを抱えているからこそ発展がなく不幸な人生を生きるわけだろう。何ふざけたこと。いわゆる正義って言われるもののことだよ。時間はどうして一定方向にしか流れないんだろう。それはお前たちが時間は一つの方向にだけ流れていくべきだと考えているからだ。一体それがどうして正しいんだろう。正しいの基準は何だろう。どうしてこんなことを決めなければならないんだろう。それは俺たちがこれ以上発展できないように線引きをした何かしらの存在がいるからじゃないか。正しいということはどうして人間の欲望を制限しようとするんだろう。どうしてもっと発展できないようにするのかってことだ。俺は疑問を抱いたけどすぐこれに対しての答えを出した。そしてこれからその事実を都市全体に知らせようと思うんだ。お前の馬鹿げたことを整理すると、その枠さえなければ時間に逆らうことができるって。くだらねえことを考えるために人生を無駄遣いしてたんだな。いや、できるはずだ。不可能だって枠の中にとらわれて疑うからその外に出られないんだよ。俺たちはこの枠さえなければ果てしなく飛んでいくことができる。これは仮定ではなく確信できる事実だ。それを悟って俺たちの楽団は今この姿でお前たちの前にいるんだ。もっともらしいことを言ってるけど、結局お前もお前が抱えている苦痛をなくしたいだけじゃないのか。俺とトシ、そして直接的にアンジェリカを奪った。アンジェラを踏み潰したいだけじゃないか。俺がお前と同じだと思ってるのか。1はちゃんと知ってるのに2は知らないんだね。俺は俺の痛みをそっくりそのまま返そうとしてるんじゃないよ。ああ、完全に否定はしないよ。最初はそんなことを考えたかもしれないな。俺にとってたった一つの光を2回も奪われたから。ほんの少しの間はそのピアノの前でいろんなことが頭をよぎったんだよね。絶望、執着、怒り、悲しみ。でもその感情はすぐに虚しく散り散りになっていったんだ。全てが、そう、全てが本当に美しく見えたんだ。俺が君を失ったことは本当に悲劇だったのだろうか。誰がこれを悲劇と定義したんだろうか。ローラン、お前は今も怒りで目がくらんでいるけど、俺はもうそんな感情にとらわれないことにしたんだ。今もアンジェリカのためって名目でしつこくしがみついてるくせに。いや、ローラン、俺はもうじきこの演奏と一緒にアンジェリカを見送ってあげようと思うんだ。誰かさんみたいに醜く暴れ回ることはないってことだよ。アンジェリカが汚い欲望に染まった目的のための大義名分になるというのはもう恐ろしい言い訳に過ぎない。それに気づいた人間が追悼曲だの、お粗末な言い訳を並べ立てているんだ。人間ってそんなものじゃないか。だからこの演奏を始めるんだ。この演奏は俺の最後の悟りになるだろうし、同時にみんながこの悟りを得るだろうな。
そしてアンジェリカのためにやることはこの奏奏曲が最後になるだろうね。お前の話は最後まで理解できないな。戯言が過ぎるからか。理解できないものが存在するから面白いんじゃないか。俺はこれから俺には理解できないことを追いかけるんだ。無尽蔵に前に進む力を得るという意味でもあるし、そのためには今お前たちのその力を手に入れないといけないよね。楽しいお話はここまでにしよう。まだその手袋を。本当に虫図が走るね。黙れ。なんとかあの頭のおかしな集団を止められたな。本もこれまでのとは力の次元が違うみたいだし。招待状が導いたのはここまでよ。ここが終着点ってことね。おめでとう、アンジェラ。やっと終わったな。人間の体まで得て、これ以上機械として生きる必要はないんだろ。ええ。これで私は自由よ。光はすべて集めたから。完全な人間の本。そして自由を得たわ。おかげさまでね。ありがとう、ローラン。あとは光の中から私の本を取り出すだけよ。ああ。じゃあ俺もやっと終わらせられるな、アンジェラ。お前ならこれから俺が何をするかわかるよな。